久保さん、あの、若返りサプリの NMN パーフェクトサプリメントって知ってますかこれなんかね、ヒカルんが、なんか、入って、広告塔になってやってるやつがあるんですけど、このなんか、若返りサプリみたいなのが、なんか、流行ってるっぽいですね。うん。そう。で、このサプリメントも、結局その <laughs>、まあ、アフリエートでやんのか、 まあ、プロデュースして、まあ、入るのかによって、まあ、全然収益多分違うと思うんですよね。うん。だから、やっぱ、まあ、ヒカル君やっぱすごいなと思いますけどね。<laughs> そう。だから、なんだろうな。その、彼はね、売る力があるので、 うん、だからメーカーですよね。久保さんが言うとおり、そのメーカーみたいになってる部分があるんで、だから、のそのインフルエンサーとちょっと違うところは、もともと情報商材やってたっていうのもありますけども、やっぱね、その影響力もあるし、なおかつ売る力もある、メーカーとしてこう売っていくっていう、ビジネスですよね。だから、インフルエンサーの人って、ビジネスじゃない、なんだろうな、人気者みたいな。うんだからその メーカー的な視点ってビジネス的な視点っていうのがないのかなとは思いますよね。うん。だからメーカー的な視点があれば、まあ、めちゃめちゃ儲かるよって話ですね。自分でやった方が。うん。そう。なんかこの、このサプリはなんか光くんが1年監修して開発しましたみたいなね。そう。なんかそんなサプリなんですけど。そう。アマゾンでも売ってますね。アマゾンで1万2000円ぐらいで売ってますね。うん。そう。 ヒカルが飲んでいた13万円相当のサプリをパワーアップしてぎュッと詰め込んだ究極のサプリメントヒカルが1年かけて新開発そうこれアマゾンで売ってますよそうそう,そう結構レビューいいっすねレビューが今アマゾンレビューが4.3ですね、はい、すごいな すごいっすねすごい。すごいっすねうんいやこれ相当まあ売れてるでしょうねうんかなり売れてると思いますけどね、うん、はいいってらっしゃい